多摩区若葉町の山下拓郎です。たった今妻を殺しました。なんでまたうなぎなんか。話を聞いてくれるんです。なぜこんなことをした。これ以上生きていてもいいことなんて一つもないと思えてきて。いらっしゃいませ。いい気になんなよ。金も職もない天下者が出世もなくて生きられるか。こんな女とどこがいいんだ。セックス以外何の取り柄もない女だぞ。俺の勝手だ。男一人、女一人、うなぎ一匹。